本当にやめて、はいはい、今日はゴルフ天下天下ゴルフ太平かなっていう1月3日の、ゴルフ番組にママに出てくもらうことになってそれの、ウェアと道具を選びに来ました。でここは恵比寿にありますダブルイーグルさんにお邪魔しております。はい、こんにちは、はい、初登場、こんにちは、マイファミリーでございます。恥ずかしいのかと思ったらやるときはやるんだ。はい、ママとうちのマコです。娘のマコです。選んでください。あのおしゃれ番長なんで。あ、うん、なんだ。じゃあちょっとママのウェア、キャディバッグとかね、いっぱい、ここめっちゃおしゃれなの、ここ。ここはね、ちょっとアップやめて。アップっていうか広角になってるから大丈夫。あのここは見るからにさ、おしゃれだよ。ここはあのあれ、銀座にもあってめちゃくちゃおしゃれなのよ。見てこのマーク&ロナとかさ、昔のイメージ全然ゴルフウェアとか超おしゃれになってる。もう全然昔と違う。そうそうそう、知ってないでしょ。昔知らんやろ。初めて来たけれども、こうやってやったのさっき。これほら、なんかリョウ君がたまに着てるやつよ、これ。あ、本当だ。トラビスマッシュ。知らない。じゃあね、これ。これがめっちゃ流行ってるの。ボアブルゾン。着てみて。じゃあこっちね。これ欲しいの？じゃあこれはもう、これもう好きだ。流行ってるの？ボアブルゾン。そう、これなんかね。ここがこうコンみたいなね、ちょっと。え、どこがいい感じ？え、このコン。ここが紺で、こういうのがついてて、なんかこう羊の毛みたいな、こうふわふわのやつ。モコモコ系ね。去年めっちゃ着てた。モコモコ系だ。ほら、キャディバッグとか超可愛くない？これほら。あ、可愛い。あ、じゃあそれにしようよ、もう。ね、なんで？いや、それ欲しいんだよ、パパ。ねえ。なんでパパのなの？本当だよ。マコ。切り替えが大事。おしゃれなのしかないの、ほら。可愛い。あ、なんかすごい。パパ、この間これ買いました。びっくり。ダメ。え、こういうさ、このここねじねじついてんのかっこいい、ゴルフ。え、どれ、まこ、今風の感じでいくとどれがかわいいの？え、今風ね、うん。あ、それ？いや、今風はちょっとあの、うん、なんていうの、あの、うん、ダッドスニーカーみたいな流行ってるじゃない。何？あの、こうすごいゴツゴツした感じの大きい。あ、はい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 。そう。私は絶対にある。でもゴルフシーズンにはないね。そのでもちょっとゴツゴツしてるじゃん、その辺。マーク&ローナーとかさ、なになに、この辺、この辺。え、これは全然ゴツゴツしてない。へぇ、でもほら、まあまあゴツゴツ系だよ。え、違うんだよね。あ、これ買った、この間。あ、そう、これがやっぱり可愛いわ。これ買った。これも可愛い。超かっこいいよね、これ。これ可愛くない？あ、それも可愛い。エコだね、それ。紐がポイントですね。これめちゃくちゃ可愛いんだよ。可愛い。でも2万円台っていいよね、これ。え、これも可愛い。それね、それもエコ、エコ好きなの。ん？登山。もう分かってないな。ママどの辺買うの？もう全然分かんないから、マコ。ねえ、ママこれって言ってた。あ、違う。ええー、とか言っちゃいかないよね。違う違う、ママっぽくないねってこと。とか言っちゃう。え、でもこういうの可愛い。ダメ？ああ、いい。違うの？あ、可愛いじゃんこれ。これアニマル柄は最近すごい流行ってます。え、あ、そうなんだ。これそういうのどこで知る？ママはシンプル系でしょよ。わかんない。だからマコ選んで。これはもうちょっと若い人たちじゃなきゃダメなんだよ。え、これにすればママニューバランス大好きじゃん。モデルさんみたいな。いい。ね、見てこれ可愛くない？何それ、セーター？違うよ。わかんないけども。あ、あれじゃない？レッグウォーマー的なやつじゃないの？防寒セットだよ。レッグウォーマーじゃないの？似合うやん、それ。なんかさらに顔がでかくなっちゃう。こうやっておばちゃんを全部隠す。目しか出てると。お世話になります。いつもお世話になります。いらっしゃいませ。ちょっとうちの妻がちょっとテレビ番組に出るのにですね、はい、ゴルフウェアを探しに来たんですけれど。あ、そうなんですか。はい、今日は、はい、今日娘と、はい、そうなんですか。わざわざありがとうございます。
ね、おしゃれですね。それマーク&ローなんですか、着られてるのは。靴もかっこいい。靴ありがとうございます。これなんですか。 G4 って言って、あ、僕もこの間買ったやつかな。あ、そうですよ、はい、はい、やっぱ希少なものなのでね、やっぱり早めにちょっと買ってもらえて。あ、そうなんですね。すぐなくなっちゃうし、ね、あ、このウエストがもっと上の方がスタイルアップで、ね、かわいいじゃないですか。でもこれかわいいね、カジュアルな感じがいいね。西海岸やっちゃう2人で。何であんだろうね、はいはいはい。何かお案内しましょうか。こんにちは。こんにちは。どう、何がいらっしゃいませ。これはね、気に入ったらしい。お、気に入った。あ、バタコも、そういうの持ってるから、おそろっちで。あ、おそろっちでマコも買っちゃう。なんで夫婦仲悪いのに。え、そう、仮面夫婦。え、これかわいい。え、これかわいい。あ、まあ、これ買っちゃおう。それパパ持ってるよ。なんでマコまで買おうとしてんの。これマコ買っちゃう。いや、マコも買った方がいいよ。ほら、ま、これ買っちゃう。ね、まずゴルフはカッコからだもん。そう、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。形から入るタイプだから。いいじゃん、いいじゃん。いや、私形しか入れないもん。だってあのゴルフできないね。み、まあ、これにしちゃう。ね、まあ、マコはこれにする。それ。このコーナー、このコーナーすごい希少なやつなんで。あ、そうなんですか。やっぱり。これ可愛くない？可愛い、可愛い。これ普段。これちょっと流行ってるよ、これ。あ、そうなの。これ109に行くとこういうのめっちゃ。若者系？そのコーディネートすごくいいですよね。いいですよね、やっぱり。ちょっとこうネイビーの少し紫がかったような。本当に今こんな可愛いんですか？そうなんですよ。そうなんですよ、ね。ウサギのマークのイメージ。ウサギのマーク。ウサギのマーク。ちょっと使えないです。でもあの辺からこう。あ、マンシングウェアじゃねえか。マンシングウェアはペンギンか。でもやっぱりゴルフといえばプリーツスカートだよね。若干でかいね。それ何？これはね、ラージサイズなんで。ああ。ちっちゃいのあります。ちょっと見てください。数がないので。それ可愛い。一応見て。え、これも可愛い。どれね。ちょっと大きいよ。ちょっと大きい。そう。マコ、これ可愛いじゃん、これ。あ、思った。キャディバッグ、キャディバッグ。思った。ねねねね、それパパが欲しいってこと？違うよ、こんなのパパ使えないじゃん。ちょっと、ちょっと、全然見向きもしないな。私、こういうの被るの？え？こういうの被る。可愛くない？これ。可愛い。私、こういうの被る。知らないよ。いや、わかんない。ママいいじゃん。ちょっと変わったでしょ、ゴルフウェアの概念が。ねね。世界ねね。え、これかわいい。ね、これいいの？ゴルフ。いいよ。あ、いいじゃん。お、いい？いい感じ？もう似合わなかった。泣くよ。え？似合わない。世界一似合わなくてびっくりしちゃったよ。スタイルいいんだからもうちょっと足とか出せばいいの。お？え？あ、こうキャディバッグ見ない？キャディバッグ。キャディバッグ見たい。キャディバッグほら。ほら。どう？何が？みたいにさ、シンプルなさ、白コンとかがいいな。さっきの緑はどうだった？緑良かったけど、まあ、私はもうちょっとだけなんかアクセントが欲しいというか。これじゃん、白コン。これめちゃくちゃかっこいいよね、これ。見ていい？うん。あ、これかっこいい。うわ、超かわいいじゃん、これ。あ、これも好きだな。好きなんだけど、もうこれって女よじゃないの？いや、いいんだよ。女だっていいんだよ。これも可愛い。それも可愛いよね。うん。さっきの緑と同じブランドだよ、それ。ジョーンズ。おお。じゃあ、もうジョーンズ。ジョーンズ可愛いよね。え、これも超可愛い。うん。でもジョーンズの方が可愛いような気がする。なんでそういうこと言うのさ。うん。なんかね、このサラサラの感じがいいね。うん、なんかいろんなとこで悲鳴が聞こえるね。かわいいって言って他のお客さんたちが。え、かわいい。これなにこれ。ボールホルダーだって。こんなちっちゃいのに入んの？てかさ、これママと一緒に見ないと意味ないんじゃない？そうだね。そういう企画やん。こんなゆるゆる企画でいいの？サイズあった？
M。 え、可愛い。いいじゃん。なんかスカートも似合ってるやん。え、キラキラ可愛いじゃん。でも、まあ、年代じゃない。マコとかキリア可愛いけど。うん、そうそう、私ちょっとおばちゃんがね、ちょっと。それかもうちょいおばちゃんになるかだよ。あらら。5、60歳になるか。もう決まっちゃった。決まった？え？うん、どれかな。え、さっきのあのワンピースじゃないの？ワンピースじゃなくてこっちにする。え、じゃあ次マコ。え、マコ買うの？マコ買っていいの？買いな。マコも買いな。ゴルフウェアいるの？いや、まあ、マコ夢ゴルファーじゃん。初めて聞いたやん。え、かわいい。やっぱこれ好きだな。パパ、これかわいくない？あ、かわいいね。あ、かわいい、かわいい。このゴールドがもうめちゃくちゃかわいい。ゴールド、ここがかわいいじゃん。そこ、それシルバーじゃん。ゴールドじゃなくて。違う、これゴールドだよ。ゴールド、ゴールド。え、さ、おしゃれ、それ。かわいいよね、これ。シルバーだよ。これゴ？シルバーだよ。え、あ、そう？シルバーゴールドってことね。いい？じゃあそれ買おう。え、本当に？早くない？いや、早いよ。あ、もう勘が大事なの？いくら？え。てか、でも格好からだからゴルフは。そうなの？なんで？え、格好が良くなきゃ上がらないでしょ、気持ちが。そう、それはそう。で、その分ここで高くなった分はパパが中古クラブを買ってくるから。クラブなんかどうでもいいでしょ。え、綺麗さ。クラブが大事なんじゃないの？あ、綺麗さね。クラブはパパが選んできてあげる、中古クラブ。え、でも私多分この日しか着ないから、その後あげるから、あれ全部。え、それならあれマック着ないんだが。あれ着ない？可愛くない？違う、マコハイネックはダメなの。ハイネックもダメだし、まあまあ。え、マーチは。マコはマコで買いね。え、かわいいじゃんこれ。え、マーチは、マーチはこのコーデがいいかな。でもマーチは。マコなんでゴルフやんの？いやいやいや、今度もうゴルフ木曜やるから。いいよ。友達と横田ベース行って。その時にゴルフウェア着ていくわけ？こんな高い。だからもう。いや違う、その時は制服だけど。もうそれでまた始めんの、なんか目覚めんのゴルフに。まずは気持ちからだから、ゴルフは。そうなんだよ、本当に。格好からだよ。痛い。あら、すいません。何買えばいいの？え？決まったよ。決まった？見て、めっちゃ可愛い。それ何？エコ？え？エコだ。ちょっとエコ独特だから履いてみた方がいいよ、履き心地。いやいやいや。ねえねえパパ、ウェアってさ、ウェアってさ、どういう時に着んの？コースに行く時。いや、もうコースとか一生行かない。いや、行くよ。ダイヤルみたいなのパチって引っ張る。将来の夢はゴルファーだからね。そう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 。そうそう。で、くるくる回していくの。押して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 。そう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 。かわいい。かわいい？見たい見たい。形がいい感じ。これかわいいね。何？さっきママが言ってたやつ。あ、そうだ、形がいい。かわいい、ね、こうやるとめっちゃかわいいね。こういうスタイルがいい人が着ればかわいいけど。あ、もうこれにしちゃうか。ちょちょ、私がやると思う。え、マコね。え、マコ、マコは、まあ、マコスタイルいいし。え、何今。え、なんでもない。なんか言った？うん、何にも言ってない。ちょっと本音が漏れちゃって。あれ、あ、もうそれにするか。もうこれでいいじゃんね。で、マコね、さっきこのスカートちょっと気になってたんです。フィッティングルーム広い？え、うん、広い、めっちゃすごい、踊れるやん。え、マジで広いよこれ。え、悪い、いい、開けて、いい、開けて。どう？いい。はい。帽子とかいらないの？え？あ、帽子とかいいな。いや、いる、いらなければいらないで。いや、一応あの安全のためゴルフ場で帽子をかぶった方が好ましいですね。
いや、それに合うやつでいいんじゃないですか。それは思った。おいいや。おいいやいいや。ママそういうの似合うね。あ。顔小さいからか。帽子おすすめありますか。え、これなんてどうですかね。ああそうだね。こんな帽子。色的にはそうですね。時間かかる、かけないんですよ、選ぶ。私は。あ、いいね。え、良くない。え？良くない。いきなり良くない。いきなりいいんだけど。え、違う、なんかね、ママね、髪のボリューム感がいいの。だから、それを消してしまったら良くない。じゃあ、そうか、髪。これ。え、良くない。なんで？あ、マスク取ったからか。マスクしてね、よくない。いいよね。いや、いいと思うけど、まあ、こっちの方がなんかパッと見合いなんと良かったような気もしないでもない。ここがちょっと合ってない。いや、別に上に行くのに軽くなってんだから、色がどうだろう。あ、もうそれがいい。あ、もう絶対こっちの方がいい。うん、もう絶対こっちの方がいい。あと、あのこのちょっとグレーっぽい感じ、ここと合ってますし、私の年でこのボンボンいいの、うん、いいの。あ、それはそうや。あ、いいの。じゃあ、まあ、娘がやったってこと。自分がいいと思うな。マコは来ないの。うわうわオッケー。はい、じゃあこれでお願いします。はい、はい、じゃあ完成しました。ゴルフコーデ完成。結局マコが選んでくれた。そこはいいから。 あ、そうか。はい、じゃあゴルフコーデ完成しました。よいしょ。ちょっと待ってはい、オッケー。もうちょっとアップにして。どう、ほら、マコとかは似合うけどさ。え、違う、絶対そっちがいいの。そっちの方がいいの。変更つけていいって、うん、予定変更。いいのね、本当にいいのね。いいよ、別に。つけていいの。ほら、え、なんかこれさ、え、そうな、似合ってないの。え、絶対こっちの方がいい。こっちが可愛い。え、いきなりさ、ぺちゃんってなってさ、具合悪そうになる。あ、そういうこと。うん。え、ほんと？なんかもう信じるよ。こっちの方が絶対若いし、もう絶対こっちの方がいい。なんか若く見せようとしてることが寒いじゃん。ちょ、これ逆に老けるの、こっちだと。あ、分かった。じゃあもう信じるよ。そう。いくら？高いんじゃない？600。ちょっとわかんない。高いか安いか。マコも。まあじゃあ驚いといた一応。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。すごーい。すごーい、マコ。